加藤明蓮加藤少年昭和8年9月18日は衆議院議員教育者。伊予松山藩士宮犠牲、治むの次男として江戸に生まれ、加藤明の養子となった。1884年東京大学文学部を卒業。文部省御用係、主税局御用係、大倉族を歴任した。百八十八年山口高等中学校教諭となり、 1894年に広島中学校の校長に就任した。1895年に私立大阪商業学校教諭に招かれ、1899年に校長となり、1901年まで務めた。その後、大阪高等学校教諭を務め、1909年から1915年まで、再び大阪高等商業学校校長を務めた。 1915年、第12回衆議院議員総選挙に大阪府から出馬し、当選した。1916年、愛媛県松山市の私立機体を中学校校長に就任。1923年、松山高等商業学校が創設されると初代校長となり、死去するまで在職した。その他に、第52銀行の取締役を務めた。ありがとうございます。